はい、滝でございます。本日はね、蕎麦の切りですね。切りだけに特化した動画になりますので、はい、そうですね。下から上に粉を、生地を畳みまして、あとは右から畳んで、左から畳むっていうですね。皆さんね、ちょっとご覧ください。このスピードだとね、ちょっとね、何をやってるかがよくわかりにくいかと思いますけど、包丁と駒板はまずは90度にしっかりと当ててください。当てた状態で、トン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 って言ってね、最初にトントントンって言って、包丁を傾けますね。傾けて駒板をずらすって行為ですね。包丁を傾ける。その後は肘を引くです。握った包丁を引く。うん、ここですね。最初見ましょうか。トン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 って傾けて、そうですね。これが最初の1の動きですね。傾けて、肘を引いて、あとは切るだけ。傾け、肘を引いて、あとは前に切るだけ。この1、2、3の動きが早くなればなるほど、切り幅、面の幅が細くなりますからね。うん、だからまあ、ちょっと早すぎてね、今言ってる動きがね、そういう風に見えないかもしれないですけど、この3アクションのみをやることが、切りを早く動かす、綺麗に切る、いますね。この3アクション以外をやってるうちは、早くも細くもなりにくいで、まあ、ならないかな。最初に行きますよ。トン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 って。あれが1ですね。ここで1、1、1、1。傾けて。傾けて、肘を引いて、あとは前に出して切る。引いてるっていうか、肘のあたり見てもらうと、ちょっと後ろにエルボーしてるように下がってるのがわかるかな。最終的には細いのがねもちろんいいんでしょうけど、最初はね細いのを目指すよりも切り幅が同じ揃ってるかどうかを目指すとすごくいいですね。で、ここでね、ちょっと見てもらうとわかるのは、左手ですね。左手、駒板を押さえてる小指見てください。パキッと、パーが綺麗にパッと、テントを張るように開いてるのわかりますかね。そうすることで、指先に無駄な力が入りません。左手の駒板を押さえる手はなんとなく置くんではなくて、置いた手をグッとパキッとね開いてください。いわばね左手でテントを張るようなイメージですね。で、指先には力入れなくていいですよ。力で押さえてないですからね。広げることで自然の力ってことですね。包丁をね、上に上がってないんですよね。これちょっとわかるかな？わかりにくいかもしれないですけど、包丁は上に上げちゃダメですよ。包丁はエルボー引く、肘を引く、肘を引いて、引いた肘を、あとは元の状態に戻す。で、最後はこうきっちりと打ち粉を振り落としてって感じですかね。まあ音からしてもね、余計な動きはしてないっていう、全部同じ音が出続けてますよね。前前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 前って感じですね。ちょっとね、まあ確かにね、このスピードでね解説入れたとはいえ、やっぱりちょっと動きとしてはちょっと見にくいかな。
このアングルだと包丁が前に出てるのがわかるかな。あと最後左手見えるかな。左手のね小指ね浮かしてるんですよ。わざと浮かしてるんですけどね、あれはね。ファイターの安定は分かったんですけどね。まあ切り幅ですね、最終的に切り幅が揃ってるかどうか、同じ幅で端から端まで同じかっていうのがね気になりますからね。どうしてもね太いか細いかってね、そこをねつい見てしまいますけど、太さよりもまずは切り幅が揃ってるか揃ってないかですね。はい、今回のね動画は以上になります。まあ、ちょっとね解説は入れたんですけども、実質解説と映像で見て何かしら参考にヒントになれば幸いでございます。はい、今回の動画は以上になりますね。高評価チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。はい、それではまた次回の動画で。大谷でした。バイバイ。